はい、それではですね、今回は、バイオハザード HD リマスターやっていこうと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは行きましょう。ロード。さあ、ということで前回は、寄宿舎ですね、薬を作ろうというようでやったんですけども、結局作れずというところで、プラント42と、対決って形になりそうですね。はい、ということで今日はそこからやっていきたいと思います。さあ、ということで、ギャラリーの鍵、ギャラリー開けるところからですね、やっていきます。てか前回の最初からと一緒です。はい、とりあえずまああれですね、まあ前回やれるところはやってですね、とりあえずまずは8対地からですね、やっていきます。じゃあ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 、はい、でまずはハンドガンの弾を取ります。で殺虫剤を取ります。出ます。で殺虫剤かけます。じゃ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 、オッケー、ここも開けとくか。3、5、6、違ったか。どうだっけ、これが3、こっちが6、違う、5、6、あ、オッケーオッケー、いたいたいた。で中入ってもいいんだけど、瓶取れないんだよな。じゃあそのまま出ます。はい、これ終了。でここも行けるようになったので行きます。すると鍵があります。寄宿舎の鍵調べる。013ですね。じゃあやった3番です。003です。003で003のと鍵使って開ける。
ここは何もないんだよな。たださ、線をさ、抜くだけなんだよ、ここ。謎のところ。線を抜く。何にもないです。出ます。まずこの白いのを取る。これはもう使いません。で、帰ります。で、赤い本を持ってくると。このレッドハーブもちなみに一緒に取っていくと。よし。で、赤い方持ってきて、戦闘ですね。早速やっていきましょう。プラント42。でも今日はね、プラント42度と戦っているっていうのが多分、メインになると思うんで、まあこの辺はちょっとスムーズというか、まあ特にね、前回も、同じことやってるんで、さらさらさらっといっちゃいましょう。で、まずはハンドガンをちょっと一回しまって、このグリーンハーブとね、まずはね、調合させたいんですよ。じゃあね、これか、これか、青と緑のやつね、これと調合させて、レッドアップ組み合わせる。 OK。 でね、で、さっき本持ってって、あそこを扉開けてからセーブをして、行くって感じにしようかなと思います。多分武器の枠的にそうしないといけないよね。うん、とりあえずアサルトショットガンとショットガンがあればなんとかなるかなって感じですね。で、回復薬持って、そう、ちょっとね、枠がないんで、持ち物の。はい、本使う。で、並び替える。まずこれが一番こっちで、次がこっち。で、戻る。これでいけるかな、これだけ弾あれば。じゃあ回復もう一個ぐらい持ってっとく。それかマグナム持ってくるからな。でもね、意外とね、この後なんだろう、ボス
ボスというボスは多分タイラントよくらいしかね、戦わない気がするんだよね。あと、雲か。なんか地下道で。どうすっかな。とりあえず、まあ。回復かなって感じですかね。とりあえずは弾の数的にもまあそこそこあるんで、でも弾は確かにね、節約はしたいんだよな。そのね、これから多分この寄宿舎終わって洋館に戻るとハンターが出てくるでしょ。それちょっとね、ハンドガンとかで結構ね消費しそうなんで、ショットガンとかであれば、ここはもうマグナムですんなりと倒した方がいい気はするんだよね。じゃあちょっとこれで持ち物行きましょう。これでマグナム最初装備で、で、あそこのとこでセーブして、プラント42とバトルでございます。ちょっとね、まあ対戦はジル編か、ジル編では対戦していないのでね、まあ、どう戦うかっていうのはちょっとまだ全く分かんないんですけども、まあ、とりあえずまずは、行きましょう。セーブします。オッケー、よし、じゃあ行きましょう。レッツゴー。とりあえず入ると一旦ムービーです。で、まあ、上に多分ね、登って戦うんだろうなーって感じでございます。ちょい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 だ。もう一旦まだか、とりあえず第一段階的な感じ。今のここから行けばいいんだな。いった、あ、行ったっぽい、行ったっぽい。あ、早い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 。あ、弱っ。 あ、終わった。あらら、あ、弱っ。マグロも強っ。じゃあこれ多分な、マグナムが強いな。やつではない。やつが弱いんじゃなくて、多分ね、このマグナムが強いんですね。で、ここで、カブトですかね。これでカブトの鍵をゲットする。で、終了。はい、終了です。では館へ戻りましょびっくり
捨てるか。大丈夫ですか。ああ、奴はくたばった。だが、リチャードか、あいつが死んだ。残念です。俺のせいだ。俺がもっと注意していた。さっき見つけた製薬室で役に立つものを作れそうなのでそこにいます。あなたが無事でよかった。さあ、リチャードはもうね倒れてしまいましたが、レベッカは生きております。さあ、製薬室にいるって形なのかな、ね、ではじゃあ製薬室に戻りましょう。ちょっとインクリボンがもうないんでね。まあここはそのまま、あ、そうだ、これに、ウェスカー、ウェスカー、クリス、無事だったか。それはこっちのセリフだ。ジルは一緒じゃないのか。すまない、あぐれてしまった。そうか。とにかく奴らの餌になる前にここを脱出しないと。どうするウェスカー。何よりまず現状を把握することだ。館の中でまだ調べてない場所があるはずだ。クリス、お前はもう一度館を調べる。私はここの調査を続ける。了解。そこで、まあ、館に行けっていうね、まあ、フラグになるわけですね。さあ、ここからハンターが出てくるんですよ、館戻ると。で、敵もまたね復活してますからね。弾がちょっと足りるかどうかっていうところではありますけどもね。一応ハンドガンのマガジンとね、あれは持ってますからね。リボルバーは置いていきましょう。リボルバーはは置いていく。とりあえずこれだけあればなんとかなるかな。ハーブでも、ハーブもねいらんのな多分な。とりあえず2つ枠は開けておきましょう、念のため。ではいきます。こちらクリス、聞こえるか。ブラッド、クソ、もうね無線機は使えないですかね、あそこね。まあさ、犬がめんどくさいので、バイバイ。で、こうね、ヘビゾーンですね。これ絶対噛まれんだな。下下っていきます。物置まで来て、バリーのアイテムが置いてあるのかな、クリス編で。あ、置いてあるわ、いっぱい。あ、いっぱいある、いっぱいある。イエーイ、ありがとう、バリー。
回復は結局ここで取れるんだ。ショートガンの弾ですね。シャーガンの弾取って、銃の効かない鎖の化け物からこれで身を守れ。またドアノブ修理時タイルを確保しておいた。ウェスカー。あ、ウェスカーなんだ。バディじゃないんだ。ジル編だったね。ここはね。バディなんだけどね。へぇ。変わってるんだ。じゃあ行きましょう。ウェスカーありがとうな。さあ行きますよ。じゃあ来ますからね、ハンター。ここからね、行きます。ハンター来ます。あれまだ来ない。あ、ここで来るのか。はい、来た来た来た。アサルトショットガン3発なんですか。相手ボックス、そこに相手ボックスね。とりあえずまずじゃあ上から攻めますか。アサルトショットガンで3発か。ここではね、ショットガンの方がじゃあ強いってこと。ここは増えては多分いないよね。また一番最初の時に多分ベスカーが弾丸置いてってるんで、ここは多分増えてないです。じゃあグリーンハーブを使おう。応急薬じゃなくて救急スプレーとグリーンハーブを入れ替えて、グリーンハーブを使います。 OK、 よし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 、行きましょう。奥ですね。で、カブトの鍵使う。開ける。ああ、ここか。出たー、ここか。第一回出ます。近い行くのか。そかそか、近い。いや、地下はまだ早いって、地下はまだ早いって、地下はまだ早くない。大丈夫って。でも帰ってくるのはさ、でもあれはキッチンのとこから帰ってくるんだよね。
地下はちょっとまだ早いな。1回タイムで1回タイムでいきましょうか。1回じゃ別のところ行きましょう。とりあえずまあ戻るって感じかな。この下だよね、まずはね。ここでアブトの鍵を使う。ああ、日記か。私がそれ作ったやがこんな形で役に立つと。ここでは少しはやったあなたの目を盗んで隠れることができる。何しろこの絵の秘密は今日にも教えていないのだから。絵の中の洋館、美術室の奥。絵の中の洋館、美術室の奥。クリボン、オッケー、インクリボン。これどこに行くんだっけ。あ、ちょっと2発で行った。 OK。 ピザがナイフ、ハーブいっぱいだな。ここ、これか、宝石箱。宝石を何かをはめないといけないんだっけ、こうやって。じゃあまああとはハーブが置いてあるだけか。ハーブ部屋でした。で一回ここ出て、ちょっとこの宝石箱をなんとかしたいんだけど。まあそこのアイテムボックスのところまで行くかって感じだよね。制約室のところ、いつものとこですね。行きましょう。
OK ですね。はい。やっぱなんかいるだろうなと思って、なんかいた気がするなって思ったんだけども、まあやりましたけど、一撃で、そこは行きましたね。ここもハンター来そうなんだよな。あれ？いない。あれ？誰かいないな。とりあえず宝石はないもんね今ね。宝石はないんですよ。うん、じゃあ一回セーブしましょうか。ここでね、 OKOK、 順調に来てます。19番目。そしたらどこに向かうのかな。あとはまああそこの地下か。地下かなって感じですね。じゃあ地下行きますか。地下に行くのであればこれもいらないし、これもいらないもんね。よし、行きましょう。さっきのルートでいいかな。ね。さあ、出て行きましょうか。普通のゾンビぐらいしかね、地下は出てこなかったような記憶なんですけどね、ジル編だと。クリス編で今どうなってるかっていうところはね、不明ですが、行きましょう。サウス、ルーフオブノース。
わしが来た。そして狼が南だったよ今ね記憶がない、まあ、いいや、出られない。どうしても館から出ることができない。ホルマリンで使った生物標本が並んだ不気味な研究室。水の滴る陰気な洞窟。ああ、なんてことだ。私は発見してしまった。見覚えのあるハイヒールが片方だけ廊下に転がっているのを。ジェシカ、妻も娘も私と同じ運命をたどったのか。いや、二人ともきっと生きている。喉が渇いた。もう何日も食事をしていない。気が狂いそうだ。なぜだ、なぜこんな死に方を。この館の異常な設計に心を奪われた私が悪かったのか。暗いジメジメした地下道だ。ここも行き止まりか。いや、何かある。私は震える手で最後のマッチをこすった墓だ。ああ、なんてことだ。そこに刻まれた名前はジョージ・トレバー。私ではないか。奴は最初から私がここで息を引き取るのを計算し墓を用意していたのだ。それにまんまと乗るなんて。もうダメだ。意識が遠のいていく。ジェシカ、リサ、私を許してくれ。もうすぐだ。お前たちは私のエゴの巻き添えにしたことを許してくれ。せめて私の生命と引き換えにお前たちの安否を。ジョージ・トレバー。小さな赤に名前が刻まれている。G トレバー、ジョージトレバー。スイッチがあります。押しますか。はい。さあ、ジョージトレバーの墓がありまして、そしてさらに下に下っていくはしごがあります。さあ、そして地下ですね。あ、でかい雲がいる。とにかくアイテムだけをまず取っていきましょう。ちょっと待ったな。はい、2発で死ぬ雲。起き上がるの早いな。3発。あー、ちょ地味に食らっちゃった。このアイテムってなんだと聞こう。このアイテムってなんだと聞こう。どこに落ちている。あ、地図。あ、これか。オッケー。よいしょ。地図取りました。で、緑になりました。オッケー。すごいちっちゃい雲がいっぱい、小雲がいっぱい。あ、これゾンビがいる。このハーブ取ってはね、いけないんですね。まだね。あ、ちょ、移動はどうしたい。一撃死。なんかいますよ、多分。どっかに。エレベーター電源装置、メインのヒューズが切られてる。焼き切られている。切り替えますか。切り替えた。電源が復旧した。エレベーターがこれで使えるようになりました。後ろからなんか来てる。お前か、まだ死んでなかったってことね。で、レッドハーブとグリーンハーブじゃない、ブルーとレッドがある。これであれか、あそこにね戻るわけですね。じゃあこれを取ってって。 OK、ちょうど2つ空いてるし。ダブルーとレッドと言います。ブルーとレッドは組み合わせることはできないんだ。やっぱ緑がどっちにしろ必要ってことですね。
まあなんかこうなかったここって電気が回復している。なんかあった、ここか。なんか前回もなんかさ、ここ何かをさ見逃してた気がするんだよね。鍵が開く、鍵じゃない、なんだっけ。何かを多分何かを忘れてるんだろうな。ちょっとまた全然わかんないよ。なんかハンドガンのマガジンとかだった気がするんだよね。前回もさなんか取り忘れてた気がするんだよな俺。全然わかんないけど、とりあえずいいや、出よう。とりあえずいいや、出よう。おい。じゃあ、そっちじゃない。いや、閃光玉、閃光玉。もう一旦死んでる。 OK、 これでエレベーター乗っちゃうと確実に今死が待ってるんで、一回回復しに行きます。あ、ちょっと。はあ。はあ。びっくりした。びっくりしたよ。はあ。はあ、びっくりした。はあ。びっくりしたよ。ちょっと。はあ、死ぬかと思った。久しぶりにびっくりしたわ。ここ来そうだな。そろそろ。まだ来ないか。びっくりしたわ。あ、なんとか帰ってきたわ。とりあえずこれ一個取るでしょ。組み合わせる。OK。OK。ステッチ使う。ああ、全開になった。最後の勝負しまう。とりあえず、じゃあ、エレのベイターを登りに行きますかね。あそこね、すごい危険だからね、ちょっと武器弾薬多めでいきたいと思います。ということで、マグナムを持ってきます。あそこ行って今日は終わりかなーって感じですかね。救急スプレーも1個持っておく。
よし、レッツゴー。ほんとさっきのハンターはねビビった。そしてね、死ぬかと思った。あ、でも空き場はもう、もう扉はもうここに破壊されてやってるっていうね。これで2階に行くわけですけども、まあそのね2階がねちょっとまあとんでもないことになってるんで、2階は。エレベーターに乗ります。行きます。ちょっと早いって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  こっちはさまだ開かなかったね、確かね。そう、これあれだ、あのヘビとやるとこだ。早く爆発して、はい、ナイス。あー、ナイス画角、素晴らしい画角です。グリーンハーバーまだいっぱいある。だいぶ救急スプレーもまだあるし、あ、あれもある、あれ。あれ調合したやつもあるから、ここにバッテリーあたり取りに行くって形ね。で、そのためにここの今から通るこの超危険ゾーンを通らなきゃいけないので、ここの敵をまず全滅させます。今日の目標。それやったらいける、終わり。今日。レッツゴー。3体くらいね、いるはず。やばいのは。あそこいいんだよな、そこいいな。
オッケー、ジェネズ起き上がらせねえよ。オッケー、全滅した。よし、幅持てません。オッケー、これで今日の任務終了だったけど、こいつは怖いな。絶対起き上がってきそう。よし、とりあえずじゃあまあ時間なんで今日はここで終わりにいたしましょうか。これでさっきの制約所のとこで、セーブして終わりましょう。外で来る。まだ来ないまだ来ない。よし、オッケー、オッケー。それにしてもレベッカがいないんだけど、大丈夫かな。ブルーハーブはね、ないんだよね。そう、ないんだ。グリーンしかないんだ。で、マグナムも使わなかった。で、これもおしまう。ショットガンの弾と、今はインクリボンかな。とりあえずこれでいっか。セーブして、では終わりましょう。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。次回はですね、この続きからやっていこうと思います。ちょっとまあレベッカがまだ見つかってないんですけれども、どこ行っちゃったんだろうな。とりあえず次回は結構ねアイテム散乱してるんでね、それを取りに行くっていうのと、あと3階かね、3階のところの一応この兜のですね鍵のところはまあ開けてないんで、まあ、そこを開けて毒蛇と2回目の対決してって感じですかね。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。よかったらですね、また次回も見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。